いや、エースはちゃんとやってくださいよ。え、エースはちゃんとやってください。そんなこだわりあった？エースを楽しみにしてる人たちがいるんですよ。変なやつ。寺井宅、寺井チャンネル、おかやる初のインプライズ、おめでとう。いやー、ちょっとこれはだいぶ大ごとになってるんじゃないかなと思いますね。まだ今撮ってる段階では配信してないからわかんないんですけども、寺井のこと好きな人は見てくれて、でそれでポーカーも好きになってくれてありがとうって感じなんですけども、やっぱこう視聴者とかそういったことを増やすためにはやっぱ結果が必要だと。でポーカー界にわっと広まって、なんか知ってる？寺井チャンネルって、あいつ最初めっちゃ下手やったんやけどめっちゃ頑張ってて、やっと最近入賞してんやんっていうので、ブワーって今広がって、多分寺井チャンネルバリバズってると思うんです。さすがにメディア関係者の方ね、一度会社に問い合わせていただいて、はい、あのインタビューとか何度かいろいろやらせていただきたいと思ってます。ちょっとスケジュールやばいか、これこの後ちょまだねトーナメントとかいろいろ出る予定なんですけど、ちょっと忙しくなりそうな感じはしてます。テさん、テさん優勝したわけじゃないですか、12位ですよ。12位やで。12位に誰がインタビューしてくるんですか。ああ、まあその何やろな、その誰が優勝するかっていう、例えば有名人の方でも本郷かなたさんとか、まあ、ガクトさんとかやってらっしゃるやんか。で入賞者ってなったら、優勝じゃないけど、他の活動もしてるのに入賞、すごいってなるわけ。俺それやねん。いやー、本当に嬉しくてね。しかしもう一人ね、います。ずっと苦しんでいた男が苦しんでます。はい、まあ正確に言うと苦しんでましたと。まあどうなったのかですよね。まあ、映像じゃ見ていただきましょうか。はい、ぜひご覧ください。なんかちょっと不潔な予感がするね。なんで消えたんこれ、ほんま。ちょうどご覧くださいで充電切れた。綺麗に消えましたね。いやいや、そんなな、なんかあったみたいに。そんな、なんか嫌なことあったみたいにな、頑張ったもんな。なんか今あのお兄さんがやられてたところで拍手がバーってなって、うわっこれ入賞したやつのあれやと思って急いでカメラ回して、そしたらなんかあの立ち上がってこっち向かってくるから、入賞したよって言いに来てくれたん。あ、荷物まとめてる、涙目になってる。ラストハンド、ラストじゃないかもしれんけど、
目描いてる。え、うわ、え、に、うわ、すべてエース1枚、すべてエースが1枚で負けたかった。7が2枚。それでは皆様、入賞おめでとうございます。僕が飛んで、今ねが決定しました。バブルボーイってやつです。有名なやつや、バブルボーイ。バブルボーイ、バブニーや、甘えん坊みたい。ごめんな、ちょっとちゃんと取りたかったんけど、俺も中途半端にトーナメントやっててさ、マニーがすごい頑張ってるから早飛んで取りに行こうと思って果敢に攻めたら、みるみるチップが増えてて、そうちょっとだけ頑張ってんねんけど、じゃあね。ご飯でも食べといて、あの領収書もらっといて。バブニー。ねえ、まだちょっと早いですね。いじんの、いじるの早いです。悲しいのは俺もやから。でもそれは、はい、それはもうな、ずっと近くで見てるマユニーがやっぱ入賞してほしいなっていうのもあるし、あと俺の金やしっていう、まあ8割そこやけど、ステーキングっていうかな、こういうの。そうですね、うん、代わりにお金を出して、で賞金は半分ぐらい受け取るみたいな。結構プロの人もほとんどステーキング出てるみたいな、聞いたことありますよ。そのいった投資よね。うん、ペレさんが僕に投資していただいてる。そう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 、今までやった投資の中で一番失敗してる。株とかね、軽く、はいはいはい、仮想通貨とかあるやんか。その辺ってゼロになることはまあほぼないと言っていいですよね。ゼロですか。毎回ゼロ。なんかずっと引き弱いね。大事なところで引き弱なんですよね。このじゃんけん買ったら、はい、1億もらえます。はい、もちろんあげへんけど、はい、ほんまにもらえると思ってやってみて。最初はグーじゃんけんほい、シュー。強いやん。大きい声出た。いや、もうええよ。そういうこと、本気ってそういうことやから。もう大丈夫や。よかったな。はい、何が？まあ、俺は、そろそろな、まさとくんやったっけ？なんか、有名な、ボーカル YouTuber。まさとくんやんな。堀内さんですか？ああ、まあ、堀ちゃんも、まあ、有名やけど、なんか、なんかもう一人おるやんか。ああ、うん、この人ですか。そう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 、うん、いいよ、おいでおいで、コラボする。君これ持ってる、これねえ、スーパーサック12やけど、全然友達とか教えてきていいよ。なんかやってるやん、楽しそうに。混ぜてや、あれ、うん、あれやん。行こう、海外行く、行こう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 、や、多分こういうやつ嫌いやんな、はい、僕も嫌いです。まあ次やっぱファイナルテーブルやな。うん、そうですね、うん、優勝はまだむずいと思うね。仮に最後のヘッズアップなっても俺どうしたいか分からへんもん。どうしたんやこれ。ちょっと強いハンド来てもどうしようって。ちなみにマユニーが飛んだ日、バブルになった日、あの弾け飛んだ日、別のトーナメント出てまして、あと2人ぐらい飛び張ったら入賞みたいな感じやったんで、なんか何出ても惜しいか入賞するかってとこまで来てるんですよね。というわけで最後にお知らせがあります。ちょっとこれは皆さんびっくりされるかもしれません。スペシャルなゲストお呼びしてます。ぜひ最後ご覧ください。その振り方はえぐいですって。え？えぐいですって。その振り方を。いや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 。髪の毛長いで。あ、だけです。だけです。そういう意味じゃないですけど。はい。ジャパンオブポッカスターの平田と申します。一応ディレクターと、あの、
はい、やらせていただいてます。はい、すごい楽しかったです。ありがとうございます。はい、もう激闘の数々見させていただいてました。はい、もう全部入賞してもよかったぐらいな、そんな感じだったら出たやつ全部惜しかったですね。ああ、なかなかでも毎回ね、いいとこまでずっといたでしょ、僕まだおるやんみたいな。今度4月の26日から、ジャパンフォーカーツアーっていうのが、5月3日まで11日はい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 の、トルキネスト5月の、はいはいはい、スペイリーっていうイベントで、はい、そちらもぜひ寺井さん遊びに来ていただければと思うので、あのね、配信するときには全部終わってます。なるほど。したら秋頃とかないですか？夏頃秋頃のやつとか。秋頃ですと、9月の13日から4日間の開催で、また今回と同じ戦国フォーカーツ。ああ、そうなんですね。はい、秋の陣や。はい。スタッフがまた和装して、またコンセプトを輪に寄せたフォーカーイベントを開催。僕このトーナメント得意なんで。ああ、じゃあまた、はい、タイミングがあればぜひお願いします。はい、以上、動画に出たい運営でした。お邪魔しました。スペシャルゲストでした。いや、映りたいって言ってはったんで、スペシャルじゃないっていう、なんかマヨニーが突っ込むのも失礼やし、でも正直言って別にほんまにスペシャルではないから。違うんですよ、僕は、うん、このね、平さんのことを思って言ったつもりだったんです。うん、そんな振りされたら出にくい、出にくいっていう、うん、すいませんでした。あ、謝ってるというわけで、次回寺井拓横澤チャンネル出演ということでね。違います、違います。たまにさ、向こうから歩いてきて、まさとみたいなあのシーンあるやんか。俺がまさとって急にビビります。誰がこのメガネ。ビビりますよ、そんな。まさとー。普通に顔引きつると思う。めちゃくちゃおもろいけど、俺だけ。俺らの視聴者だけめっちゃおもろいよな。てらいよてらい出てきた。いや、使ってくれないです、そのシーン。まあでも、てらいチャンネルは超えていくつもりなんで、はい、ぜひ皆さん、まずはこのポーズを入らせましょう。あー、やってまいりました、日本シリーズ。最近できたトーナメントで、なんとサミー京さんっていうね、スペシャルビッグゲスト、ビッグですよ、どうぞ。ビッグなだけです。苦が重いです。こんにちは。こんにちは。まさか全員残ってるとは。これもしかすると全員で下手したら FT。 はい、FT で待ってるで。